はい。皆さん、こんにちは。ワナリグルフィッシュです。では、今回は、信長の野望乱世紀をプレイしていきたいと思います。引き続き、本願寺とですね、やり合っていくというところになるんですけども、いわば、信長包囲網みたいなものが結成されつつあり、朝倉、一色、あとは、武田というところからですね、今、攻められていて、なかなか厳しい状態が続いているのかなと。いうところなので、ここをなんとかね、打開をしていきたいなというふうに思ってます。で、そのためにね、なんとしても国衆の、援助というか、味方になってもらうためのことはしておかないと、合戦になって攻められたときに、地侍たちが、敵に回ると勝てる戦いも勝てなくなってしまうので、ちょっとそうならないようにだけはね、しておきたいなということで、金と兵糧あまりない中ではあるんですが、ばらまいていきます。今まではね、攻めるということはあっても攻められるということはほとんどなかったんですけども、これ以降はそういうわけにもちょっとどうもいかないぞと。ちょっとそういうところもあるので、あとはこの一式だけでもいいんでね、ちょっとね、抱き込みましょう。お、またなりますが、黒犬の半蔵を見つけたな。結構負けるからね、でもなりまさ。今川と武田が友好を結んでいる。これは家康がしっかりね、今川を潰してくれれば問題ないんですけど。第二軍団が本願寺を攻めるという話だね。これは、しっかり、戦ってもらうとしてだ。信長も出すしもね、もちろん。ここは、この一戦にかけよう。誰を出すかというところなんですが、強いところは全員出して確実に勝ちに行きたいところですよね。左近も出そう。左近がね、この中で強いのかと言われるとちょっと正直微妙ではあるんですが、というか、とりあえず全員入れておいて順繰り順繰りに繰り出していくっていうのがいいのかな。誰かを出す出さないってするよりは全員出しておいて、城攻めの中で使っていきますか。もちろん自分で指揮を取ります。城の一つでも取りたいですからね。摂津の国衆は攻め入ったな。で、これ味方だよね。味方は一旦国衆のいる砦に入りましょう。いや、城に入れた方がいいかな。
飯盛山に出ましょう。で、飯盛山からは出陣をさせていこう。で、誰を出陣させるかなんですが、利家でしょ？あとは、吉春、勝家、常沖、あとは、半兵衛、信虎、秀吉、信長。あと誰か、左近も入れる？この辺りをちょっとじゃあ出陣させていきましょう。で、これらの軍勢を使って、まずは、石山御坊の城門を破壊していきましょうか。いや、城門破壊するよりも、岩礁寺の自社勢力をぶったたいておくのがいいかな。気合を一発使っちゃいましょう。そしたら一旦騎乗させて、誰かいるなここに。誰これ、誰かいるけど、この城の陰に隠れてるやつがいるな。まあそれはそれとしてだ。一旦全員騎乗させて、ああこの二打隊は危険だな。二打隊はここにいると危ないので水軍衆の中に入れさせてもらいましょう。そしたら敵が寄ってきたら、この寄ってきた敵を返り討ちにさせていくという作戦でいきましょうか。士気が回復した部隊を出して、この部隊で国綱をまず討ち取ろう。よし、国綱を打ち取ったら、まあね、本当にちょっとでもいいんで打ち取っておきたいんですよね。よし、ここは寝返らせようと同時にこいつも打ち取ろう。よし、打ち取ったね。打ち取ったら、石山御坊を取るよりは、こっちの、もう一個の城の方が落としやすいのは明白なので、
もう一個の城を取りに行きます。高屋城だね。高屋城を攻略しちゃおう。そしたら勝家はちょっと危ないので、勝家は一旦離脱させよう。あー、勝家が間に合わなかったか。一旦勝家戻したかったんですけどね。義治もちょっと一旦戻した方がいいね。士気の低下が著しい部隊を一旦戻しましょうと。正成もちょっと士気が下がってきてるので一旦戻します。そうすると敵が撃って出てきてるので、これ撃って出てきてる敵を撃ち取るっていうのが一番手っ取り早いですね。左近はもう全然武将数いないんで戻しましょう。いやー、どうなんだこの一進一退の戦いは。一旦兵を戻しますか。足利軍の、ね、追撃を受けそうな構えもありますけど、まあ、追撃してきた部隊がいれば追撃してきた部隊を壊滅させればこちらの士気が上がるので、まあ、それはそれでありなんですよね。いやー、この本願寺との摂津の戦いは明けてもくれても本当に終わらないな。お、敵が攻めてきたね。これは岩礁寺の部隊か。じゃあこの岩礁寺の部隊を、士気が90台まで回復している部隊を使って討ち取りにかかりましょう。られるぐらいだったら囲んでるこいつを岩礁寺、まあもう岩礁寺と仲直りする気はない感じになっちゃいますけどね。岩礁寺ばっかり叩いてるんで。
痛み分けってところかな。このまま行くとおそらく城を落とすことなく終わりそうな感じがするけどね。気合が打てるのがもう一発だけですね。あー、戦えなかったか。さて、ハタノはじゃあ死んでもらおうか。ん、こちらに味方してくれるなら生きながらえることはできますけどね。さて、そしたらまた変わり映えがなくて、ちょっとね退屈されちゃうかもしれないんですが、ひたすらに、国衆へ媚びを打って回りましょう。信長自らですね。攻め込まれるリスクがあるところに関してはもう国衆とは友好状態を保つということにしていきましょう。まあ、近江ももちろんね、浅井から、いや朝倉から狙われるので、そう考えると本当に兵糧がね全く足りないな。さっさと本願寺をね潰したいんですけどね、本願寺は強い。一式とはね、ことを構えたくないので、まあ、悔しいんですが、一式には金を貢いでご機嫌伺いをしておきます。本願寺を潰すための施策をちょっと本格的に考えた方がいいな。冒頭お話してた忍者勢力に使ってちょっと暗躍してもらうぐらいしかちょっと思いつかないよね。忍者衆に対してパンチの効いた交渉ができる人間はいないな。じゃあ、まあ、ここは順当に秀貞にお願いしますか。兵糧200を送り、何も求めないしかないのね。まあしょうがないね。で、甲賀に対してもじゃあ同じことをしておきますか。岩礁寺が本当にね邪魔くさいんですよね。お、また成政が雷神の又蔵を見つけたな。おお、雷神の又蔵を切って捨てたが、お、また摂津に攻めるんだな。そしたら、またここは
いつもの通りと言ってはなんですが、全員出陣の準備だけはさせておこう。まあ、怪我してる人間とかはね、置いておいていいかなと思いますけど。違うな、攻めてきてるやつらがいるな。この攻めてきてるやつらを岩生寺の焼き打ち状態が微妙だな。一旦ここは国衆の砦に撤退しよう。この一進一退の状態が続いている限りね、他の勢力と差が縮まってきちゃいますからね、なんとかしたいんですけどね。兵の訓練度合いもちょっと落ちてきてるんじゃないかなと思うんですよね。
遠藤も何に寝返るの？微妙なことしてくれるな、みんな。一旦兵を引きましょう、城まで。まあ、押してはいるんだよね。岩礁城ぶっ潰したよな。いや、本当に摂津の取り合いがうまくいかないな。岩礁城をなんとか味方にやっぱ組み入れないと厳しいのかなっていう感じがしちゃいますよね。気合はちょっと早めに1回は使っちゃいましょう。で、城門がやっぱ硬いですね。まあ、ようやく半分まで削ったかっていう感じですけど、ライレンを倒したな。これは高屋を取る絶好のチャンスだ。あとは時間との勝負だな。ダメだね。ここまで来たけど落とせないか。もう気合が打てないからね。
落とせなかったか。まあ、確実に進歩はしたけどな。さあ、浅野長政は、帰参させよう。帰参。長宗我部が、四国の制圧までもう一歩まで来てるね。まあ、確実に進歩はしているかなとは思うんですけどね。まあ、高屋城の城門突破しましたからね、ついに。さて、そうするとちょっと奉行を、確実に摂津で訓練を入れていきたいので、訓練を入れていきましょうと。いうとこなんですが、もう残りゼロか。訓練はちゃんと入ってるもんね。訓練度は低いけどしょうがないですね。そしたら交渉はしっかり入れておきます。まずは摂津の国衆に対しては信長自らお礼も兼ねてお伺いしましょう。で、あとは忍者だよね。忍者で実行して願生寺と本願寺の切り崩しをしたい。出奔者が出てくるか、まあ、合戦中に寝返られるよりかは全然マシですけどね。まあ、マシっていうのかな。本願寺からの使者か。で、要件は金800。ありがたく頂戴いたしましょう。ありがたく頂戴するんですが、攻めますと。よし、また攻めるね。ここも本当にあれだね。波状攻撃っていう感じをしてくれてますね。ただ、味方もかなりすり減ってるなーっていう印象はあるけど、まあ、ただ、ここは我慢のしどころかなとは思うので。また城門の突破からやり直しだもんね。お、本願寺で味方になってくれるのであれば味方になってもらおうじゃないか。ちょっと待ってね。まず削れる敵がいるなら削ろう。
まあ、合戦自体は今のところ優位には進んでるので、この優位な状態をキープしていきましょう。まずは一つ城を取りたいので、まあ岩礁寺の連中がどう出てくるかだよな。わ、大筒なんて持ってきやがった。この大筒を潰しちゃおう。さあちょっとここに来て一部の部隊がやられてるので、一旦士気の回復を図ります。士気がちょっと回復するのが遅いからな。一旦城に帰りたいんだけど、城に帰れるチャンスあるかな。一旦城に帰ろう。敵の正面を突破して城に帰ろう。一回気合使うか。もったいないけど、城に帰るために気合を入れて試合に帰ろう。純慶がへばってるな。半兵衛がいてくれればね、ここで勝つを入れてくれるんだけど。根性なさすぎるだろう。いやー、まだこれ一進一退の戦いになっちゃうな。そしたら追撃してきた敵を逆に撃って出て仕留めましょうか。岩礁寺さえなければ本当にね、勝てる戦が多いんじゃないかなと思うんですけどね。
気合はあと一発だな。この気合の打つタイミングがすごく重要になりそうですね。ダメだな、一体城に戻るしかないな。城に戻ると時間がないので鉄鋼線まで戻りましょう。本当に城が硬いね、防御力が。まあ、この二交代制でなんとか代わる代わるに攻撃して回りますか。もう本当に気合が打てなくなっちゃいましたからね。もうなくなったの早すぎんだろう、いくらなんでも。また落とせなかったか。さて、ちょっとずつ削っていくしかないね、敵を。いやー、長宗我部が四国制圧したか。はい、というわけで摂津攻め、かなり苦戦していますが、確実に進歩はしているというところでですね、ちょっと時間もいい時間になりましたので、今回はここまでにさせていただいて、次回またこの続きをプレイしていきたいなというふうに思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。